どうも山上です。さあ今日もユースドラマ進めていきましょう。検討事務で頑張っていきます。うい会長。うん、なんだ。なあ、押し切りのことを聞きたい。剣屋のことだと。なんだ。うん、ライバルのことはよく聞いておきたいもんな。スパーリングを許さない理由。なあ、押し切りにスパーリングを許さないのはなんでだ。あいつすげえ練習したがってたけど。貴様もあいつとスパーしたならわかるはずだ。奴はスイッチが入っちまうともう手加減できねえ。そういえば暴走してたもんな。俺が一発いいの入れてから明らかに様子が変わったな。あれでも序の口だ。あのまま放っておいたら貴様は今頃お堕仏だっただろうな。え、ケンヤ君、人殺めたことがあるのか。あの拳で。そこまでなのか。普通の人間なら無意識に力を抑えるもんだ。相手を必要以上に傷つけまいってよ。だがスイッチが入っちまった剣屋にはそれがねえ。純粋な殺意の塊みてえになっちまう。純粋な殺意の塊。相手をぶっ殺すまで止まらねえ。純粋、まあ野生動物の本能のような感じ。なんでそんなことに。生まれつき。さあな。だが事実、あいつは一人ボクサーをお釈迦にしてる。釈迦？仏？ん？お釈迦に？戦闘不能にしたってことか。ええ、あ、押し切りが壊したボクサー、その子大丈夫なの？うん、うちのジムには一人将来有望な奴がいたんだ。三木本武。ほう、高校三冠取った後プロデビューした男だ。負け知らずの奴でな。ああ、このポスターが本当だ。三木本武だ。プロデビュー後もランカーを次々と下し、あっという間にランキングを駆け上がっていった。近い将来東洋太平洋のタイトルさえ夢じゃねえ。俺はそう思っていた。そしてあれは三木本が日本ライト級タイトルマッチへの挑戦が決まった時のことだった。タイトルマッチ。試合に備えスパーリング相手を探していた三木本に剣屋が名乗りを上げたんだ。1ラウンド目、剣屋ははるか格上の三木本相手に接戦した。すごい。だが三木本のカウンターが剣屋の顎を捉えダウン。だが2ラウンド目、剣屋のスイッチが入っちまった。剣屋は三木本の動きを完全に見切りやがった。そして猛反撃に出た。俺は自分の目を疑ったぜ。10回戦ランカーの三木本がアマ新人の剣屋にボコボコにやられちまったんだ。勝ったんだ。リミッターが外れてしまったとはいえ勝ったんだ。剣屋くんすごいな。三木本がリングの上で築き上げてきたありとあらゆる技術もスイッチの入った剣屋には一切通用しなかった。そして続く3ラウンド目、ゴングが鳴った時、あの勝ち気の三木本がコーナーから出るのをためらいやがったんだ。あいつは知っちまったんだ。天才ともてはやされた自分でさえ叶わない圧倒的な存在、化け物みてえな奴がこの世にはいるってな。はあ。そこで俺はスパーを止めた。これ以上はやべえと思ったんだ。肉体的っていうよりもう精神的に折ったんだ。三木本くんの心を、そんな強さが。化け物か。なあ、その三木本という男、その後は？ダメだ、折れちまったよ。その後はもうしばらくジムにすら顔出してね。風の噂じゃ随分と荒れてるそうだ。街でチンピラとつるんで悪さしているらしい。そうか、いや辻殴り三木本くんなんじゃない？なあ、そうは思わんか。ちょ、辻殴りのこと聞いとこう。知ってます？辻殴り。ああ、いいネーミングだと思うんです。なあ轟、あんた辻殴りって聞いたことないか？ん？辻殴りだと？偉人町でそう呼ばれる通り魔がいるらしい。噂じゃボクシングの技術を使うらしいが。やがみ怖い。数週間前、お前と似たようなことを聞いてきた奴がいた。そいつはあからさまにうちの連中を疑ってやがってよ。ああ、女子高生すいません、多分うちの子です。すいません、ショートカットでした。ああ女子高生なんだけどな、天沢ちゃんインタビューしたんだ、この怖い会長に。女子高生？お、まさか天沢はなんだあの可愛い海藻の天沢ちゃん。その子が言うには辻殴りの正体がうちのジムの人間だと噂してる連中がいるらしい。まあ
そうか、ジムの中から殺せーとか聞こえてくんだもんな、疑われちゃうって。ヤガミ、まさか貴様も俺たちのことをこそこそと嗅ぎ回るつもりじゃねえだろうな。まさか。確かにな、うちには常に傷を持つ連中ばかりだ。だがよ、ジムの外で肩着に暴力振るうことだけは禁じてる。いいかヤガミ、死ぬなら豚箱の中じゃねえ、リングの上で死ねえ。死ねえ。甘さはめ、おかげで警戒されちまったぞ。ビビらずインタビューできたのがすごいけどな。うん、押し切りの体、押し切りの実力、押し切りくんのあの腕の傷はなあなんでしょう。リングで見た押し切りの体、普通の鍛え方をして作った体じゃなかった。それも高校2年生の子供が、あのスラム育ち、あの刀傷みたいなのが何本もありましたけど、どんな鍛え方をしたら、いや、どんな人生を送ってきたらあんな風になるんだ。なぜそんなことを聞く。いや、気になっただけだ。いや違うな、ケンヤ君に勝ちたいからだ。貴様には関係のねえことだ。細けえことばかり気にしやがって。てめえはケンヤの追っかけか。死ねえ。もう沸点がわからないよ。ペラペラ喋ってくれたかと思ったら死ねえって言われて。やはり話を聞き出すにしても、もっと信頼を得てからじゃないとダメか。ダメか。うん、押し切りくんの実力、いくら押し切りが天才だからってボクシングを始めたばかりの新人が上位ランカーをボコボコにできるもんなのか。それ自体は聞かない話じゃねえ。うん、コンディションが悪けりゃ格下の相手にだってやられることはある。どんな強いボクサーだってな。だがよ、ケンヤの場合は極端だ。あいつは相手をぶっ壊すための戦い方をしやがる。完膚なきまでにぶちのめしちまう。相手が築き上げてきた技術、積み上げてきた努力、その全てを相手のプライドとともにぶち落っちまう。ぶち落っちまうか。努力じゃ太刀打ちできない化け物。押し切りはアマの試合に出てるのか。試合で例のスイッチが入ったら大変だが。ケンヤはボクシングを始めて1年経った。1年で。そうか、元はケント君と同じ空手部って言ってたもんな。連盟の規定上は出られる。だがあいつは今謹慎中だ。それって、謹慎中。そういえばそんなことを言ってたな。なぜだ、何かやらかしたのか。うるせえ、貴様には関係のない話だ。死ねえ。話してくれないか。とりあえず今聞けるのはこんなところか。まあ有意義なお話聞けたけれども、いや調査も大事だけどさ、やっぱり俺は賢也君に勝ちてんだ。会長やらせてくれ。はい。八神か、何しに来やがった。ああ、なるほど。うおー、ボクシングジムいいね。ふうふうふう、白 T、 ふうスパーリング、スキル伝授。ああそうか、特別マンツーマン特別講習が受けられると。これ先受けといた方がいいんじゃないか。わあ、5,000円8,000円、まあまあと。5万10万ボコボコラッシュ。名前がバカっぽいけど強そう。いいね。10万円も取る技もある。ラストチャージ4ラウンド目の攻撃で、覚えられるやつはさ、もうさ全部さ先に学んどかない。お金ならあるからさ行こうか。はい。あ、修行のように習うわけじゃなくて払いさえすりゃいいんだ。じゃあ全部買います。買っておきます。お金なら私がコツコツ貯めるから。八神天帝、合流して、合流して強くなって。はいはいはい、迷いもなく。うん、オッケー。開始目でスパーリング、ジム仲間とスパーリング相手をすることで決戦がオープンします。決戦っていうボス戦があるのか。この決戦がユースドラマの本筋の物語に絡んでくるのかな。とりあえずスパーリングで腕を磨こうわ。そうだよね、ダウンロードコンテンツで。やつらとた、何この子見て、ハーフパンツの下にしっかり。杉浦くんっぽい。あ、でもその白パーカーは脱がないんだね。ああ、うわー、カイトさんぽい。いいね、オレンジの。タンクトップ。いや、ケンヤ君見た後だとさ、なんかカイトさんの腕すら細く見えるね。松金の爆弾男、いい二つな。ファントムフィスト、うわー、かっこいいな。もう一人いるよな。あれ、東もいなかったか。
東、あ、東、まだ解放されてないってこと？まずは本編進めて本物の東に会わないと。ジムでは戦えないってこと？ええー、わかったよ。ちょっととりあえずご褒美は置いといて、ジムの仲間をボコボコにさせてもらいますか。こいつは倒したんだよな。へ、天使の足、一ノ瀬誠、行かしてもらいましょう。ライト級、はい、やってみよう、やってみよう。はい、これいろんなライバルを壊すことで物語も進んでいくと思うから、コツコツ戦っていきますよ。負ける気がしない、こんなブリーチ野郎が。おら、スパーリング参ります。いろんな覚えた技も試してみたいな。うー、来いよ。挑発ができる。あー、挑発見て、前からみたいな。挑発した、いいよ。あー、怒らしちゃったかな。挑発したら怒らせてしまったかもしれない。いや、ちょ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 、よいしょ、ガードもしていこう、ガード。いや、強い強い強いぞ。あ、ボディ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 、よいしょよいしょよいしょ、いけてるいけてるいけてるよ。ナイス、ワントゥーワントゥー、いって、いけてるいけてる。あー、挑発なんかするから怒っちゃってるじゃん。いや、しょよいしょ、いいいいいい、どうしたよどうしたよ。うわ、ダウンを決めてやりたいときはボディを打ちまくればいいんじゃないか。いけいけ、もうコーナーに追い詰めて、ドーン、オッケー。ふぅ、立ち上がれるか一ノ瀬、来いよ、来てみろよ。俺は金払って強くなっていくからな。あ、もう無理じゃない、ピクリともしないじゃん、死んじゃったかな。俺も化け物、化け物じゃなかった。やるじゃねえか、人間人間。やったやったやった。まあ、倹約以外に恐れることはないな。ふう、パワーたくさんあげたいな、力こそパワー。オッケーです、楽しい試合が、シンプルに楽しい。行けるとこまでバンバン行ってやりますよ。藤山一茶、一茶期待の逆転男、いい二つなじゃねえか。参ります、行こう行こう、どんどん行こう。いいよ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 、スタミナ切れ、ドンドンドン、もうガードなんかさせてたまるか。強い強い、天帝強い強い強い。うわー、ほら、挑発挑発見て、新しい挑発。怒らせて怒らせて、俺は戦う。ボディがガラギだ、バカが、おいしょ、いい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 よ、当ててる当ててる、当たってる当たってる、おいしょ、オッケー、いい、あとちょっとだ、頑張れ頑張れ、ほら完封してやれ、ほら、お前のお前の尖った心を折ってやるよ、おいしょ、いけ、よし、ナイスナイスナイス、連打でいきます、連打でいけてます。ほらほらほら、どうした、コーナーがそんなに好きか、俺でしょ、ナイス、うー、強い、天帝立てんのかよ、藤山さん立てんのかよ。俺はボクシング始めて2日目だぜ、男のプライドを見せてみろよ。立ってない、オッケー。藤山選手倒れてしまいました、オッケーです、連勝です連勝です、いいね、レベルが上がっていくぜ、度胸が上がった、ナイス。あ、ケンヤ君、あいつも今日の練習は終わりみたいだな。尾行する気がする、この人尾行したそうな顔してたもん。先生、ケンヤ君学校には来てるんだっけ？制服着てたもんな、つけてみるか、つけてみるか。え、うお、早速動物かよ、どんな感してるんだ。野生の感、化け物というより本当野生動物のようだな。怪しんでる、こりゃ尾行大変そうだ。え、何かに怯えている、あの強い押し切りが。何に押し切り、剣や、よくわからないやつだ。あの常識外れの強さ。それに、先ほどの怯え。怯え？だから辻殴りじゃない？三木本先輩からの報復？尾行は苦労しそうだが、つけてみるか。せやね。ちょ、頑張って行ってみよう。よもぎ。慎重に行こう。慎重に行こう、わかった。あ、ここ隠れといた方がいいね。ああ、だって後ろ振り返ってるもん。やば。出れない、もう一生出れない。ここで、あ、よしよしよし、オッケーオッケー、ターゲット見失っても焦るな、ターボ焦るなよ。うん、いるな。お家に帰るのかな、夜遊びするタイプ。
スナック街の方に。あ、青信号しっかり守ってる。高得点プラス1点。うん、走ってるな。ここ隠れるとこね。隠れるとこねえな。うん、これ以上離れたらやばいのか。どこに隠れればいい。この細い電柱には無理。言ってるね。赤信号でも渡っちゃうよ先生。尾行中だから仕方ないよね。もう倹約以外見てらんないのよ。あ、ここはいいんじゃない。橋の上から。あ、振り返ってない、振り返ってない、振り返って。すごいキョロキョロする。俺のこと疑ってるっていうより、尾行に気づいてるっていうより、何かに本当怯えてるの。あ、こんな攻めて大丈夫。走ったね。なんだ、サバイバーに向かうのかが緊張が。おいいぞ。んー、高校生が来るには大人な街だな。いいよ、いいとこ隠れてるよ。振り返ってるよ、出ないで。ふんふん、急に走り出すんだよなあの子。あ、曲がった。右折です。そこ右折しました先生。はい、隠れて。いない、いないぞ。焦り焦り。開いた。うん、まあ慣れてきてるよね尾行もね。どこ行くんだこのまま。中華街で夜遊び系かなと思ったら真逆だもんな。え、なんか止まってるな。やめて。なんだ。お、何何何、誰かに呼ばれたのかな。急にここどこ行ったあの子。え、この細道通ってった。え、なんだここ、ここだ先生。この細道行った。地形地形ごまかせる。やべ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 。油断した。慣れてきた時が一番危ないぜ尾行と車の運転はよ。こっち戻ってきたら本当に怒るぞ。誰もいないよ。危なかった今。ふう、こんな細い道があったなんて知らなかったよ。うん、隠れとくか一応な。また走り出したわあの子。尾行する相手はなんであんなにぐるぐるするの。いた、あった、ここか、この空き地で。ああ、シャドーボクシング一人で自主練習。真面目な子だな。うん、制服じゃ動きづらくないか。シャドーボクシングジムでの練習は終わったってのに熱心だね。ああ、いいね、体勢低いね、いいね。シャドウは対戦相手を想像してやるって聞いたことがある。押し切りのあの表情、まるで強敵を前にしたかのような。あ、誰を相手にシャドウしてんだ。なんでだ。押し切り見つけたぜ。なんですかバット持って。なんや、兄貴が辻殴りの野郎によボコられたんだ。なんやで。はあ、辻殴りはてめえなんだろ、分かってんだよ。知らんわ本当に。拳を交えたからかな。押し切り君は違うと私は分かるぞ。信じよう剣や。いいか、兄貴はお前と玄武会でやり合ってる。その兄貴がお前の戦い方だったって言ってたんだよ。玄武会って何ですか。幻の舞踏会。玄武会何のことだ。なんでやねん。知らん、言うとるやろ。とぼけてんじゃねえぞ。あ、ケンヤくん大丈夫かな。うわー殴らない、外で肩際を殴らない、会長の教え。押し切りのやつなぜ反撃しない。今反撃を思いとどまったが。おいお前らやっちまえ。いや、ナイフ持ってんじゃん。ご丁寧に武器持ってきて。尾行がバレるが仕方ない。言って先生。はい、救世主です。おいやめろお前ら。話聞かせてくれる。あ、だてめえ。お前俺が相手だ。来い。いいのかな、ケンヤ君会長に言わないでね。俺が街中でよく喧嘩することを行くか。ケンイ、ボクシングのバトルスタイル試してみる。これでも倒せんのかな。ああいいじゃんいいじゃん。ワンツーワンツーオッケーオッケー。これは怒られそうだな会長に見られたら。肩着に手出してんじゃねえ。まあ、俺も肩着だからいいってこと。オッケーオッケー。街中の喧嘩でも使えそうだな。
はい、おい、どうしようか、野球しようか、どうしてやろうかな。オッケー、かっ飛ばせ。ナイスバッティング。ふぅ、まったく、ゲーム界って何？辻殴りは賢也くんのような戦い方をするんだ。失せろ。おい、おい、覇王色出したな。ワンピース第一巻の海王類の気持ちになった今。くそ、退散だ。ん？いろんな人に目つけられちゃうの、玄武会って何？ずっと俺をつけてたんは、お前やったんか、やっぱバレてた？やっぱ気づかれてたか。強くなる秘訣を知ろうと思ってね。かわいい言い訳、信じてくれる？せやな。そうか、気持ちはわかるわ。あれ？本気にした？せやけどお前、もう十分強いやんけ。さっきの動き、なんや？カンフーか？前半ほとんどボクシングだったけどね。まあそんな感じ。ああ、一応な、独学だけど。ボクシングはあかんけど、そっちはなかなかやな。あかんか。そりゃどうも。ん？ふん。ああ、カンフー？いや、こうか？なんか向上心がすごいわ。いろんな武道を学びたいのね。足上がるじゃない、やるじゃない、筋がいいな。もう様になってる。ところでお前、さっきはどうして反撃しなかったんだ？あいつら隙だらけだったし、お前なら楽勝だろ。3対1でもな。ジムの外での暴力はご法度や。おっちゃんの言いつけやねん。それとどろきのけど、さっきの場合はいいんじゃないか？正当防衛ってやつだし。なんや？正当防衛？かわいいんだよな、ケンヤくんな。自分の身を守るためってことだ。喧嘩とは違う。さすがに轟も文句言わねえだろう。正当防衛や。そうなんか。なあ。八神さん、やったな。あんたはボクシング、強くなりたいんか？ん？ん？まあそうだな、君に勝ちたいよ。そうか、わかった。なんや、どこ行くねん、ケンヤ、どこ行くねん。外での暴力はご法度、トドロキの言いつけを素直に守っているようだな。だとすると辻殴りなんてやるわけないか。いや、二重人格的な感じかな。この素直なケンヤ君の知らないところで、たかが外れたケンヤ君、もう一人のケンヤ君が暴れてるとか、そういうこと？いずれにせよ、現時点で断言できない。地道に調査を続けるしかないな。あら、終わり？ちょっと尾行終わっちゃったケンヤ君ともうちょっと話したかったな。おやっさんの言いつけやねん。あ、うわ、なんだ。電話？天沢ちゃんか？天沢からだよね。君のせいで、轟会長に殺されかけたぞ。今、どこでしょうか？新たな潜入候補のコミュニティについて相談したくて、また増えちゃう。また増えちゃうぞ。プロフェッサーの件？はい。これも八神さんにしかお願いできそうにないんです。わかった。とりあえず部室に向かうよ。オッケー。新しい潜入先が解放されそうですが、されそうですがですね。まずはボクシングの物語を一途に進めていきたいと思いますね、マスター。マスター、はい。冷麺いただきます。ケンヤ君と。いやー、仲良くなれそうな気がすんだよな。見た目はおっかない子だけどさ、制服ですごい気痩せしない？あの腕の太さ、脱がないとわかんないパターンだったわ。行くわ。行ってやるんだから、ケンヤ君。気になる辻殴り。押切くんの場合はな、正当防衛超えて過剰防衛になってしまうんですかね、会長。なあ、トドロキ、今日押切は？ロードワークだ。走り込みに行ってる。そうか。ちょっといいか。そういや、ヤガミ、これケンヤが渡してくれと言ってたぞ。お、何、プレゼント？ん？なんだこれ、ボクシング入門？こないだのお礼だって言ってやがったが、貴様、何かしたのか、ケンヤ君。お礼だなんていいのに、へぇ。こないだ助けたお礼か？そういえばあの時、ボクシングに興味あるか？と聞かれたが。貴様。貴様まさか、ケンヤを餌付けして手なずけるつもりじゃねえだろうな。は？
は？こそこそと嗅ぎ回りやがって、油断も隙もありゃしねえ。妙な真似しやがったら叩き出すぞ。やれやれ、まだまだ警戒されてんな。うちの剣屋はやらんって、ちゃぶ台返す頑固親父みたいだな。ああ、アンダー15のためのボクシング入門。こういうの読んで始めるタイプだったんだ、ケンヤ君。雑誌参考書、わざわざ俺くれるなんてな、電話だ。天沢ちゃんだろうな、天沢から。日光の下だと輝きが増すね、存在がガラス玉。矢神だ、どうした？矢神さん、つい先ほど辻殴りの新たな被害者が出たそうです。うわお。どっちなんだろう、ケンヤ君のロードワーク中に起きているな。なんだって間違いないのか？ええ、はい。目撃者もいて、噂通りの辻殴りの姿をしていたそうです。被害者は元暴力団員の男、女性に暴力を振るうなど色々と悪い噂があったとのことでした。じゃあしゃあないか。辻殴りの被害に遭っても仕方がないな。先ほど押し切りはロードワークに行っていたはず、アリバイはないってことになる。それと矢神さん、実は一つ不可解なことがあって。なんだ？実は先ほどの犯行で辻殴り、蹴り技を使ったらしいんです。お、待って、俺のカンフーを見よう見まねで足技を練習していたケンヤ君。それって蹴りよ。ええ、これまで辻殴りは一貫してボクシングの技だけを使っていたはず、ここに来て蹴り技を使うなんて奇妙です。そういえばこないだ押し切り、カンフーの蹴り技に興味を持っていたみたいだけど、まさか実戦で使ってみた？いやいや、偶然って可能性もある。偶然にかけたい。また何か分かったら連絡しますね。はぁ、辻殴りの情報掴むの早いな。まさか、な。いや、まさかな。どこで起きたロードワーク、俺も一緒に走り込みに行けばよかったわ。ボクシングを進めます。ケンヤ君の潔白を晴らしたいよ。俺は晴らそうとしてるんです、会長。またスパーすれば物語が進むかな。行きましょう。ミスター腹筋、マルシアのカズオ。いい名前だ。ハーフなのかな、リングネームか、マルシアの。よっしゃ、いいぞ、そのまま行け、そのまま行け、ナイスター、シェイ。マルシアの。ふぅ、ちょっと強くなってきたな。仇を舐めるんじゃねえぞ、前科持ち。こら、白の世界で生き抜いてきたんだ、こっちは。あ、すごい、続くのか。よいしょ、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 せい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 。いや、攻めるね、天帝攻めるね、先生。よし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 。サイズ不能にしてやれ、壊してやれ、俺も化け物だと思い知らせてやれ。このトドロキジムにクソ。来たー、行ってやるぜ、終わりだ。終わったぜ。立ち上がんのかよ。立ち上がってみせろよ。もう無理かな。あ、すごい、やるじゃないの、あんた。あ、ブースト取っときよかった、使っちゃったじゃない。あんたが終わると思ったから言ってやるんだから、この野郎が。よしよし、いけ。ほら、ダウン3つ取ったら終わりでしょ。終わりだよね。来るか、どっちだ。いや、ボディです。よいしょ、よっしゃ、終わりだよ。オッケー、よっしゃ。敵も強くなってきたけど、まだまだ俺にはかなわんな。ライブ様になってきたみてえじゃねえか。ウィスだろ。そろそろどうだ、押し切りとのスパーリング。バカ野郎、まだ早い。はい、そうせ。今の貴様じゃボコボコにされるだけだ。ウィス。なら誰でもいい、強えやつとやらせてくれ。雑魚の相手ばかりじゃつまらねえんだ。主人公。相変わらず鼻っ柱の強え野郎だ。貴様は一度身の程をわきまえた方が良さそうだな。鬼竹。いや、鬼竹。てめえが噂の新入りか。うわ、こいつは鬼竹岳、悪海戦のプロ。鬼竹岳、仇に見えないが。仇だぜ、今はな。東条会が解散しとる。
それでうちに転がり込んできやがる。あら、登場会構成員。前科者でも腕プッシュさえあれば食っていける。チャンプになれば贅沢もできる。それがこの世界のいいところだ。俺は登場会の鉄砲玉やってた。はじきとドスが俺の相棒だった。だが今はこいつが相棒だ。いいじゃん。こいつがお前の血を吸いたがってる。ヤガミ、リングに上がれ。やり合おうぜ。なあ、手加減はいらない。ああじゃないよ。本気で来い。ヤガミ、準備ができたら声かける。鬼だけ学、名前がもう人を殺めるために生まれてきたような男。かっこいい。鬼だけ学、鉄砲玉だったんだ。大悟ちゃんお世話になったんだな。よし、殴り合ってやろうじゃないか。いけるかな。ちょ、やらしてください。自分行ってみたいっす。鬼だけ学とよ。あーで、決戦が、強敵が発生するわけね。スパーリングをこなしたら。なるほど、強くなれるもんは全部買っとこう。ブロックマスター、うん、なるへそ。強敵決戦、鬼だけ学行ってみます。まあ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 、鉄砲玉、何組さんだったのか教えてほしいな。何組さん、転がり込んできた。で、見たことない顔よね。私会ったことある。やっぱ剣薬に比べるとみんな腕が細く感じちゃう。ビビることはねえ。言ってやれ。根性の鉄砲玉。根性ある男が一番。来るな、攻めてくるな、結構攻めてくるの。うわー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 、一発が重いのか、重いのか。挑発してる場合じゃない、先生。オッケーオッケー、行くよ。これから行ってくから、オラオラ、行け行け、反撃反撃。鉄砲玉がなんじゃ、こっちは地方試験受かっとんねん。行けてる行けてるぞ。海藤さんのこと知ってんのかな。カムロ町にいた、カムロ町にいたなら多分知り合いの知り合い、みんな友達なんじゃない。よしよよしよよしよし、引けてる。赤になった、体力が赤になった。今だ、攻め時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 、今だ。よし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 。あー、ブーストはちょっと取っとこう、次のラウンドに取っておこうか。うわしょ、やった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 、来いよ、来てみろよ。うわしょ、うわったったった、アッパーが、よしよしよし。あ、くる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 、相手が気合を溜めてる間に、いやーやだ、何こんなのあり、こんな抱きしめてあり。抱きしめてトゥナイトがまた発生したんだけど、いけてる、オッケー。ダメバッタぜ、余裕余裕、天帝の体力は余裕。来いよ。なんだよ、やっぱりドスがないと戦えねえってか。立ち上がってみせろ。言うてプロなんだろ。はあ、はあ、ガム立ってくれよ。ガク、鬼だけガク、さすがだ。そう来なくっちゃな。本気で言ってやるぜ。行こうぜ、先生、今だ、どんどん、もう、やられる前にやる、いいぞ。よいしょ、いけてるぞ、よし、顔だ、顔の傷を増やしてやれ。いいぞ、やっぱブーストはいいね。ハマるぜ、いいぜ、オッケー。ナイス。コンボ決まると気持ちいい。何がプロだ、こら。おい、もっと来いよ、登場会。元登場会、未だに登場会がない世界を受け止めきれていない。お前もそうだろ。ガク君も背中にモンモン入ってんのかな。来るか。おい、綺麗な腕して。無理か、ガク、鉄砲玉く。レストインピース。ガクも登場会もレストインピースということで、オッケー、よかった、勝てた。いい試合だったんじゃない。ビビることはなかったです。オッケー、度胸バンバンに上がっていく。ピンピンしてるじゃない。ヤガミ、あんたやるじゃねえか。あんたのパンチ、ドスよりよっぽど響いたぜ。それは、ありがとう。そうか。鬼だけ貴様、素人相手に何を隠す手がんだ。貴様もうすぐ10回戦だぞ。分かってんのか、これ。俺も素人って言えるほど弱くない。素人だと。ヤガミは強いぜ。俺は負けたこと恥ずかしいとは思わねえ。鬼だけ恥ずかしくねえだと。この恥知らずが。貴様なんかやめちまえ、この根性らしく。んだとてめえ、俺らの払う会費とファイトマネーで食っていけてんだろうか。うるせえバカ野郎、死ねえ。あはっ、いや、言って言ってよ。
また始まったよ。やっぱね、殴り合ってお互い認め合ったらかばってくれるんだよ、八神先生のこと。鬼岳さんいい人だったな。会長には殴り返さない。あ、鬼岳さん、もう君とは親友と呼んでいい。でも兄弟分とはまだ呼べないからな。うん。おう、八神、今日は上がりかい？ああ。おう、すっかり慣れ慣れしいな。これから暇か？なんなら一杯引っ掛けにでも行かねえか？行く行く。ちょうどいい。押し切りのこと、いろいろ聞いてみるか。ああ。うおー、付き合うぜ。いいな、ボクシングジム仲間と飲みに行ける。お酒強そうだな。おし、そんじゃあジムの前で待ってる。準備ができたら声かけてくれや。おお。馴染みの店、赤ちょうちん系の店連れてってくれそう。すぐ行きまーす。飲みに誘われたら、うちの家訓は飲みの誘いは断らないだから。うん。こんな明るいうちから飲むお酒が一番美味しいですもんね。初めての友達記念日。よし、行きますか。なあ。鬼だけ、行こうぜ。おう。や、ケンヤ君のことも、辻殴りのことも気になるけど、友達ができるのはやっぱり嬉しい。左頬の傷は誰にやられた？大海ですか。やっぱり大海連合とバチバチにやり合ったですもんね。そういう時代を乗り越えてボクシングを。ちょっと待ってよ、鬼だけ。なんだそのグラスは。いい女しか持つことが許されないグラス持ってんじゃん。待てって、そんなグラス東京ウォーカーでしか見たことないぞ。こんなチェーン店の店内でカクテルグラス傾けるやついる？鬼だけはメガジョッキだろう。ちょっとイメージと違う。裏切りよ、このギャップは裏切りよ。まあ可愛いけど、今日だけは許すけど。そうか、あんた押し切りとやり合いてえのか。ああ。うん、あいつにはこっぴどくやられたからな。このまま引き下がるってのも尺だ。ふん。あの化け物にぶちのめされてまだやり合うつもりだ。なかなか根性あるじゃねえか。俺は壊されないぜ。せっかくだ、鬼だけに押し切りのこといろいろ聞いてみるか。鬼岳さんはやり合ったことはあんの？なあ。うん、押し切りのやつ、あれだけの実力を持ちながらスパーも試合も禁止されてんだって。飼い殺しにされてるようなもんだな。仕方ねえさ、あいつは人を壊すためにしか拳を震えねえんだ。人を壊す？それって、うん、トドロキもそんなこと言ってたな。おう。まあ、押し切りがボクシングを楽しめるようになったら、会長もスパーを許してくれるかもしれねえがな。楽しむ？ん？ん？ボクシングはスポーツだ。人を壊すための技術じゃねえ。だったら本来、楽しいはずのもんなんだ。おお。だが、押し切りにはそれがわからねえ。想像したこともねえんだろうよ。殴り合いが楽しいなんてよ、苦しみながら。今苦しみながらボクシングやってるのか。結局今はスポーツじゃなくて喧嘩の道具にしか思えてないってこと？俺もよ、組の鉄砲玉だったから気持ちはわかるんだ。そうか。それにリングに上がりゃ俺のボクシングを見て観客が喜んでくるんだ。俺みてえなクズが世の中に受け入れられ認められる、あんな経験は生まれて初めてだったぜ。おー、しっかり足洗って。会長は押し切りにもそういう気持ちを味合わせてやりたいんだろうな。あー、謹慎処分ね。そんな飼い殺し状態で他のジムに行かずに、なあ、トドロキジムに居続けるってのもなんか理由あんのかな。そういえば気になってることがあったんだ。あいつ会長に謹慎食らって天の試合にも出してもらえてないんだって。うん。ああ、そのことか。多分以前に外で大喧嘩したことがきっかけじゃねえかな。その相手がちょっと悪くてな。相手？押し切りのやつ、一方的に因縁つけてきたアホを返り討ちにして病院送りにしてやったらしいんだ。そのチンピラの親父、ウーボーボクシング大会のスポンサーやってる会社の社長だったんだ。なるほど、厄介だ。そりゃ確かにまずいな。で、そのスポンサー社長、カンカンになってよ、うちのジムを連盟から除名しろって訴えてきたんだ。ああ、それでどうなったんだ。全てはバカ息子のせいなのにな。その社長さんと連盟の代表に轟会長が土下座したんだよ。なんだって？なんだって？あの会長が、この通りお願いします、うちの連中はすねに傷のある荒っぽい連中ばかりだ、他ではやっていけねえんだ、
ジムがなくなっちまったら、こいつらはまた道を踏み外しちまいます。だから、連盟の代表がそれに心を動かされたみたいでよ。うちの会長が相手に賠償金払って、なんとか示談ってことになったんだ。そんなことがあったのか。それ以来だぜ。押し切りがおとなしくなったのはよ。会長は口は悪いが、いざとなったら俺たちのために体張ってくれるんだ。市内でボコボコに殴ってきてもやり返さないのはそういうことか。とどろき会長いいね。とどろきのやつ、意外にいいとこあるじゃねえか。だろ？会長はよ、俺みてえな人生の落語者をボクシングで救いてえらしい。会長自身も若い頃は随分と悪してたらしいが、ボクシングがきっかけで更生できたそうなんだ。なあ、強かったのか、とどろきは。強いどころの騒ぎじゃねえ。東洋太平洋チャンピオンにまで上り詰めてる。マジで？マジかよ。アジア、オセアニアのトップってことだよな。相当すごいってことね。了解。世界も視野に入れてたらしいが、年と怪我を理由に引退したらしい。あのおっさん、そんなにすごい人だったのか。ありがとう。いいお話が聞けたわ。鬼だけありがとう。大体聞きたいことは聞けたと思う。逆にお前から質問はないか？うん。ないか。わかった。轟会長、すげえ人なんだな。土下座してジムを守ったんだ。迷惑かけたから、この会長さんのことをもう傷つけるわけにはいかないっつって。おとなしくしてるんだね、ケンヤ君もね。それじゃあな、ヤガミ、スパーならまたいつでも付き合うぜ。ああ、俺の相手するためにもっと強くなるよ。押し切りにもボクシングを楽しませたいか。トドロキの奴がそんなことをね。俺にできるんだろうか。押し切りの奴にボクシングを楽しませることが。楽しませてやりてえよ。人を壊してる場合じゃないっつって。また進めればいいかな。轟き検討ジムに入り浸りだ。